感染が判明したのは8人で、先週の同じ曜日に比べ2人増えています亡くなった人はおらず、新たなクラスターの発生もありません県内の感染者の累計は16万9,551人となりました医療機関には9人が入院していて、重症はおらず中等症は1人です 四国の感染者は愛媛が30人、香川が31人、徳島が13人で、す。